さ。各員注意、各員注意、基地内の気候が突如暴走。何事ですか？また気候の暴走。ブローニャさん、よかった。委員長、何があったんですか？わかりません。他のみんなは？博士たちは保管庫付近で閉じ込められたようです。キアナとはまだ連絡がついていませんが。どうやら原因を調べたくても。ええ、とにかく博士たちと合流することを優先しましょう。どうしてでしょう、この不安。ブローニャの考えすぎだといいのですが。これは傀儡のコアです。どういうことでしょう。これは人形の能力ですよね。人形？どうして？いや、弱すぎ。続々と出てきます。基地内の気候は全て制御不能になってしまったんでしょうか。事態は私たちの想像を超えているのかもしれません。急ぎましょう。アインシュタイン博士、助かった。一体何があったんですか？こっちが聞きたいわ。それに数百個とあったコアが。コアが？より正確に言うと、警報が鳴った時、何かがおかしいと思った僕とテスラ博士はここに着いた時、誰かが基地に侵入してコアを盗んだ可能性は。現場の調査を行ったが、部屋に出入りした痕跡はなく。その後気候が暴走して。こちらからも悪いお知らせがあります。ブロニャお姉ちゃん、ゼレ、それに学園長。よかった。テレサさん、外の状況は？暴走した気候は全て鎮圧したわ。ただ誰かキアナを見かけなかった？いえ、一緒にいるのかと思っていました。テスラ博士、もうやってるわ。圏外？リストバンドが壊れたんですか？ありえないわ。この装置は私が作ったのよ。彼女が現実空間にいないことを除いたら。空の律者の力を使って？いや、空間を移動すると力を使うため、急速に上昇する曲線が観測データ上に残る。ですが、そういった記録はありません。キアナ、まさか。隅々まで探しましたが、でもキアナの部屋でこれを見つけました。人形？人形、またソルトレイク基地に現れたの？ちょっとあんたたち、千人律者が復活したとか言うんじゃないでしょうね。今度は何よ。これは、この人たちは。なんだかみんな、この人料理してたのに。あちらもスピーチの途中で急に止まってしまいました。みんな自我を失ったみたい。待ってください。知ってるに決まってるわ。これは人形の宿主たちよ。今まで何ともなかったから。テスラ博士、大獣律者は再びやってくる。ちょっとボサ頭、どうしてそう落ち着いていられるわけ？いや、僕も驚いているさ。最悪な状況です。ああ、外部からのプレッシャーがある中、しかしそれはあくまで観察。何しろ敵が船体のみであり、もしその全てが僕たちの一方的な願望でしかなく。それって、でも数字的に千人律者のコアのエネルギーレベルは。ごまかす方法はいくらでもある。それにそれぞれのコアから観測できた崩壊エネルギーは、もしくは人形は支配一つでもコアがあれば律者は消滅せず。船体の個体を犠牲にして。そ
んなこと。全文明の先人律者はそれほど綿密な計画を持ち合わせてはいませんでした。もしかしたら自分が弱いから律者の目標は。錆びたランタンから煙が出てソルトレイク基地が襲撃される前に発見したチケットだけど。ブローニャはそう思います。あの時はリスクを避けるためブローニャとゼーレだけが基地に残ったので。でも人形たちは諦めていなかった。だから僕たちがおとり作戦を決行した時、奴らにとってどんな代価を支払おうとも。そして僕たちの気が緩み始めた頃を見計らい、あとは前回果たせなかった演目をなせば。本当に悪趣味な奴らね。つまりキアナはすでに支配劇場にいるということでしょうか。今の状況からして厄介な敵です。奴らは弱点を隠し。でこれからどうすればいいの。または前回と同じように私たちを支配劇場に入れるよう人形たちを誘導しますか。いや、2週間かけて先人律者は僕たちの警戒を緩めた。今回もこちらから仕掛けよう。僕たちの力で支配劇場。珍しい客だな。どういう風の吹き回しだ。ビクター、客と二人で話したい。まだ言うな。そうだな、さてはやっと。よく考えてみろ。人類の意識が主導権を握る律者だ。あなたのくだらない話を聞きに来たわけじゃないわ。それは悲しいな。ベネベントの古城火事、バレンシアの海洋事件、いずれもヨルムンガンダの記録にあるとか。ああ、そいつらは他の人形との接触を拒み、何せ支配の律者に選ばれた人間は千人もいる。全部あなたにあげるわ。無論ただじゃない。この3つの特殊個体から千人律者に対するあなた、これは取引を受け入れるか。これほど魅力的な条件、ついてこい。あんたも知ってると思うが、奴らの個体は多く、全文明起源の大獣律者は。まあ、あんたみたいに崩壊と対立する律者もいなかったがな。奴らはまるであんたたちに対抗するために生まれたみたいだ。でも一つ腑に落ちないことがあるわ。言ってみろ。律者の力を奪うことが目的なら、私の他にヨルムンガンドには3つの律者コアが保管されているもの。でも千人律者はそうしなかった。矛盾してる。うん、理にかなった推理だな。お世辞はいらない。まずは律者コアに関する質問に答えよう。また私の推測になるが、だから奴らにとって容器を持ったコアの方がより。容器のないコアだと。その通りだ。それなら私は奴らにとって。でも千人律者は最初から私を攻撃するつもりがないみたいだった。今になって思い返してみると、まるである事実を隠すために。奴らは雷の律者の力を奪えない。それがあんたの欲しかった答えだろ。やっぱり支配の律者が力を奪う過程だが、しかしもし相手が自分たちよりも強い力を持っていれば、そして支配の律者がその対決で負けたら、何が起こるかは分からないが、奴らには分かってるんだ。それこそ私があなたのところに来た理由でもあるわ。支配の律者はまだ消えてなんていない。人形と人形の間にはリアルタイムで情報を交換する未千人律者は見えない糸でつながっていて、それなら私たちもそのネットワークを利用して。ライデン・メイ、入れ。ここはあんたの欲しかった千人律者のネットワークに接続できる装置だ。口で説明するより少し離れてる。渡りガラスの任務報告を見たが。ええ、そして私たちが支配劇場を出た後。接触という行為はある種の信号かもしれない。外部から支配劇場の扉を開くことができる。見えたか。一瞬糸のようなものが見えたわ。あれが空間の隙間だ。まだかなり弱く
そこでこういったコアが必要になる。前にも言ったが、これらの特殊個体の行動は異常で、だからこそ細工がしやすく、この3つのコアを使えば2日くれ、完璧なものにしてやる。長すぎる。あんたには分からないと思う。1日しか待てない。人の話を聞いてたか。ん？ライデン名、このコア、さっきあんたから渡された時よりも小さくなっていないか？コアが消えてく。おい、何をする気だ？装置を起動して、今すぐに。ダメだ、今はタイミングが最悪だ。唯一のタイミングでもあるわ。正気？ごめんなさい、あなたの操作を見て覚えたわ。協力はありがとう、クリオ博士。おい、あんたの体は貴重な実験材料だ。まったく、世の中変わったな。うまくいったわ。景色が前と違う。ここは劇場の外周かしら。招かれざる客、招かれざる客だ。立ち去れ、立ち去れ。ここはあなたを歓迎しない。知ってるわ、あなたは支配劇場に入る資格はない。邪魔しに来たのよ。怖い？その律者の力も奪っておもちゃにしてやる。いいわ、やれるものならやってみなさい。支配劇場に他にも誰かいる。まさか。その顔でも教えない。あなたが律者の力をくれるなら、そしたら二人の親友の力を使って。キアナちゃん、当てられた、当てうっかり口を滑らせた。でも大丈夫、彼女はもう舞台に上がった。一番大事な人なのにね。あなたの人生には彼女しかいない。けどそれでどうなった？バカみたいに誰かが敷いた道を歩いて。それなら最初から離れなければよかったのに。よかったよかった。それがあなたたちにできる最大限の悪態なのかしら？なんだ？あなたたちは最初から一つ勘違いしてるわ。今日に至るまで。たとえ私がそばにいなくても。だって私は彼女がどんな選択をするか分かるし、それは距離や立場で変わることじゃない。互いを信じ合ってるからこそ別々の道を歩むことになったの。私たちの旅路は、私のすべきことは。綺麗事ばかり。確かに私たちの別れは急すぎた。でも何があろうと、結局あなたたちはキアナちゃんの、そして同じように。こいつ前に得た情報と全然違う。いや、炎上。人違いだった。千鳥、あなたたちの情報が古すぎるのよ。それとも
ヨルムンガンド内部に潜入して情報収集するのが怖かった。彼女がそばにいなくてもいいって言ったくせに、どうして彼女を探そうとした？彼女に何かしようとするあなたたちを邪魔しに来たに決まってるでしょ。私たちみたいな力の弱い律者をいじめて恥ずかしく思わないのか？全然。よくもまあそう潔く認められるな。もういい。幸い同じ目標のためには犠牲。花はさやから。それが私たちのやり方だ。トカゲの尻尾切り聞いたことない？ここを支配劇場から切り離す。あなたがどれほど強い力を持っていたとしても。小細工ばかり。褒めてくれてありがとう。それなら相応の代価を支払う覚悟もできてるわね。おや、他に方法はない。おそらくチャンスは一度きり。今私たちを攻撃しても意味はないよ。でも痛いのは嫌だ。だからこれ以上戦うというなら私たちも最終手段を使うしかないよ。最終手段。お楽しみに。お楽しみに。こちらから支配劇場に入る？そんなことができるんですか？ゼール、僕と一緒に説明してくれ。はい。実は前回ゼーレとブローニお姉ちゃんが支配劇場から逃げた後、ゼーレが支配劇場から脱出した方法を分析して、その後僕たちは千人律者を倒したが、で支配の律者には空の律者のように現実のビーコンに頼らないと入り口を開けないみたいです。事件現場に残された人形は、つまり先ほど発見した人形を起点にすることで、それを実現させるには、だからリスクを承知でこの近道を試すほかない。ゼーレは支配劇場に3回も入ったことがあって。ゼーレ大丈夫なの？わかりませんが、基地にはまだ支配の律者の影響を受けた人がいるかもしれない。他に方法はなさそうね。またあなたにお願いすることになるね。力を合わせて一緒に。は？まったく。この子。まあいいわ。全部片付いたらどうすればいいの？このヘルメットをかぶればいいのかしら。機械はよくわからないから、とりあえず直感で間違った選択を排除することしかできないんだけど。ああ、問題ない。はいはい。見つけた。そいつよ。そいつの位置を私たちの現在座標と接続できたわ。支配劇場につながる道です。状況はどう？無事に到着しました。でも通路が不安定なため。次は私に行かせてください。ふか！何があった？まずい。厄介な奴らよ。侵入に気づかれたわ。奴らは内部から扉を閉じ、前はこんな臨機応変な対応をしなかったのに。ねえ、ちょっと待って。ボス頭、早く来て。こっちにも異変。監視中の人形の宿主全員、バイタルサインが低下してるわ。ほぼ同時刻に意識不明に陥ってる。一体、どうなってんのよ。各地で人形による騒動が起こり始めた。ゼレ、それにロザリアとリリア。ん？でも、ブローニお姉ちゃんとフカさんは、まだ支配劇場に。隙間は閉じられた。ブローニャとフカならキアナを見つけて、ここは博士たちに任せましょう。ゼレ、わかります。隙
間が急に消えました。敵が私たちに気づいたのかもしれません。はい、重装ウサギがキアナのリストバンドの信号を追跡中です。見つけました。この空間はかなり混沌としています。大丈夫です。このタイプの敵は見たことがありません。気をつけてください。操られた敵とは違います。奴らからはもっと不気味な気配を感じます。気のせいでしょうか。この階段無限に伸びているような気がします。気のせいではありません。空間そのものが伸びているようです。劇場の主はブローニャたちをここに閉じ込めようとしているんでしょうか。別の出口を探しますか。私は全てを変えます。このまま進みましょう。延々と登り続けてるのに疲れないのか。どうして立ち止まらない。こんな無意味なことをして何の意味がある。やはり終わりのない階段を作るのは、あなたたちの標的はあくまでキアナです。だから同じ階段を作ってブローニャたちに無限という錯覚を与え。これだから断りの律者は嫌いだ。断りの律者が引き継いできたのはコアではありません。あなたたちには一生かけても理解できないでしょうけど。ああ、そうだ。その通りだ。私たちはあなた以下。あなたにはかなわない。そう言いたいんでしょ？いくら見下されようと、私たちはすごいことを成し遂げた。どんな手段を使おうと。私たちは必ず勝利を手にする。あれは私だ。私たちだよ。機動力は下がるけど、これであなたたちも手は出せない。卑怯です。構わない。私たちは弱い。だから簡単だよ。どうして攻撃を止めた。仲間を助けるんでしょ。今までは計画のため我慢してきたけど、ほら見て、これが偽善者の弱さ。人質がいる限り。かわいそうなキアナ。ブローニャさん、何か策はありますか。まずは攻撃に耐えましょう。我慢比べですか。奇遇ですね。こうして誰かと背中を合わせて戦うのは。でも悪くないでしょ。そうです。きっと今頃キアナも必死に戦っています。ええ、そうですね。待っててください。どうだどうだ、それの持ち主は覚えてる。プレイグジェム。そうそう、村田姫子は
もう死んだんだよ。おい、耳が悪くなったのか、それか絶望して考えることをやめた。村田姫子は死んだ、死んだ、死んだんだよ。何の反応もない。じゃああんたたちが想像してた私は泣き崩れて嘘だって何度もわめいてた、それとも気が狂って、それなら失望させちゃったかもね。な、そんなはず。ああ、分かった。嘘だと思ってる。いいよ、これの力を思う存分味わってみるといい。逃げるな、隠れるな、これは大好きな先生が使った力だよ。やはり私知ってる。これを発見した時、虚数空間で寂しそうに浮いてたんだよ。おかしいね、シンクの装甲に埋め込まれてたはずなのに、彼女が持ってるはずなのに、一緒にいるはずの人はどこに行ったんだろうね。知ったこっちゃないけど。本当は分かってるはずだ。あの日、彼女は死んだ。あなたに殺されたんだ。でもあの戦闘がなくても、彼女の体はもう長く持たないと分かってたはず。彼女は普通の人間。虚数空間から逃げるどころか、自分の存在を維持することすらできなかった。だが、あなたはその事実を受け入れることを拒んだ。また誰かが助けてくれる。起こるはずのない奇跡を、許されない罪が許されると妄信してるんだ。やっ、どうして、おかしい、こんなはずじゃなかった、こんなはずじゃなかったよ。プレイグジェムはもっと力があったはずなのに。今だ。どこだ、どこに行った、大事なお客さんはどこに行った。あんたがどんな反応を望んでるかわからないけど、姫子先生が私に何をしてほしいか私にはわかるから。奪われた、奪われたよ。正義の味方のふりして、人泥棒、強盗、もういい。ただし、あなたは仲間になることを拒否したんだ。残念だけど、私たちの最初の標的は彼女だったけど、あなたのせい。口ではあんなことを言って強がってるけど、私たちがプレイグジェムを取り出した瞬間、彼女がその隙を見逃すわけない。そうだ、あの時、あのオットーとかいう天命の主教も彼女の意識を呼び覚まし、そしてジェムを渡す。あの時の最上演とでも思ってた。出番が終わった役者はおとなしく退場するがいい。この後は次の演目で主役となる者の登場を歓迎しよう。歓迎するよ、空の律者シーリン。これは、空の律者。正解だ。